はい、そっか、ジグロ久保です。今日も東京オリンピックについてちょっとね、物申したいなと思うんですけども、今ご覧いただいている衣装何かわかりますこれ、東京オリンピックの表彰式で選手の皆様に金メダル、銀メダルを贈呈するときの衣装らしいんですよ。いや、これちょっと冗談じゃないのかなと思うんですけども、これを見て、日本で行われたオリンピックだって想像できる方って誰かいますかねえっと、確か、前回のオリンピックって、 和服でね、やっぱり日本でやってるってことで、日本の民族衣装でおもてなしをしたんではないかなと思いますけども、これなんか、朝鮮風の、この妙な衣装で、なんかこれ公募されたらしいんですけどね、公募を受けたデザイナーさんいらっしゃいます山本関西さんとか、森花江さんとか、これ参加してるんですかねそうじゃなくって、わけのわかんない人が、また電通かパソナを通じて、 巨額な費用をこここに突っ込んでねこのダサい衣装を作っったのかなと思ったらいや、本当にね、オリンピックはクズですね。いや、こんなところに集まる人の気が知れないと私はね、この衣装だけでも言っちゃいますよ。あの、オリンピックはオリンピックでやっていいんですけども、スポーツの祭典とはね、もうとても言えないと。あの、スポーツマンシップのかけらもないところに集まる、無毛の衆ということをね、私はちょっとね、オリンピックについては、もうね、この数ヶ月、かなりね、 まあ、オリンピックが日本でやられることがね、なんか恥ずかしいような気がしてきましたね。いや、なんかね、ボランティアの方の問題もあるじゃないですか。ボランティアの方募集したけども、今、どん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 、えー、自体者が出て、1万人を超える自体者が出て、で、人が足りなすぎてね、急遽ボランティアじゃなくて、時給で募集してるんですよ。金を払って。で、しかもそこの中の気をしてるのがまたね、竹中平蔵会長というね、 いや、竹中さんね、YouTube で見るといい人なんですよ。で、書籍もね、すごくいいこと書いてるんですけども、ああいう風にね、なんて言うんですかね、うん、なんかいいことを言える人を書ける人なのに、なんでやってることはここまで悪質なのかなと。 結局あの、日本の富がね、全部竹中さんに集中してるというところで、竹中さんが、こういったなんか、外国勢力の何がしかなのかなと思っちゃいますけども、少なくとも日本人の味方ではないかなと思います。まあ、よくこういう人がね、のんのと、いまだに <laughs> 利権をむさぼっていられるような国なんだなと思いますもう変わってくださいよ、竹中さん。もういいでしょ、儲けたから。ちょっと1億円ぐらい僕にね、分けてくださったら、私もね、竹中さんを応援する YouTube どんどん作りますんで、よろしくお願いしますということで、オリンピックなんですけど、 まだまだ闇は深いですよ例の JOC の経理部長は全ての責任を取らされて死に追いやられたということでございます、えー、警察の調査ではこれは自殺だということで、えー、出てたわけなんですけどもなんとねそこに対して警鐘を失らしてこれは自殺ではない事故だと言い張る人がいますそれがなんと あの、柔道の山下会長でございます。残念ながら、彼のようなね、スポーツマンシップ豊かな人も、オリンピックという利権に絡んで、こんなね、わけのわかんないことを言い出す始末ですよ。まあね、スポーツを追求してオリンピックに行くと、こういうふうに人間すら歪んでしまうのかなと思ったら、うん今ね、そのオリンピックブームの中に入っていない、竹井壮さんが、割と、まあ、まともな道を行ったのかなと思いますけども、 まあ、よくわかりません。たく総捜査もまたどっちつかずなこと言って、やっぱテレビに出るチャンスを残してるのかなと思いますし、それはまあ仕方がないことだと思いますけどね。さあ、それでね、今回、いろいろと私も申し上げましたけども、まあ、重ねて言いますけども、オリンピックに通過す人はね、あの、どうしようもない人だと思いますよ。本当にえ。特に今回はオリンピックじゃないですね、これはね。あのー、本当、まあ、何々出ますから。<laughs> クズの集まりですよ、本当に。普段のオリンピックに戻しましょうよ、ちゃんと。正々堂々とね。 美しかった汗。それこそあの菅総理が何か言ってましたけどね東洋の魔女みたいなのが言ってましたけどもああいう風なね勝っても負けてもよかったねみたいなね本当の私たち、えー、が大好きだった、まあ、お祭りといいますかねあのみんなでとは言いませんけども多くの方が楽しみ感動を覚えそこでちょっと頑張っていこうかなとかみんなと一緒にみたいなね 個性をを尊重ししつつも協力すする和の,このテイストを、ね、取り戻していいいきたいなと思います今回はね、やっぱりこれインターネットの普及によって諸説ふんふんだから良くないのかもしれませんけども、とにかく黒すぎる。で、汚すぎる。金すぎる。死にすぎる。ということでね、なんか4拍子も5拍子も揃ってしまいましたけども、ついにオリンピックのこの衣装まで、 あの、<laughs> 外国内イとされてしまったのかなと思うと、一体私たちはね、どの国に住んでるんでしょうかと思ってしまいます。なんかこれ小説の中の出来事ではなくて、私たちの暮らしているこの国で起きてるわけですからね、同じ地面の上で、私たちが歩いているこの国土の上で起きていることなんですよ。さあ、次のオリンピック、日本でやるとしても、メイドインジャパンのオリンピックであるんでしょうかそれとも、どっかの国の 一自治区としてのオリンピックになってしまうんでしょうか。かつて日本という国が東洋の隅っこにあったよねっていうふうな思い出話になってしまい、もしかしたら私たちの子供や孫の時代には教科書で昔日本という国がありましたって教わる、そんな時代が来るかもしれないですよね、えー。ということでね、日本人最後の世代としての、まあちょっと恐怖を抱きながらの放送でございました。皆さんどう思われるでしょうか。